はいどうも、男ジャニオタの菊池と申します。今たくさんのジュニアのグループがあるんですが、そんなジュニアのグループが解体するんではないかという説が流れているんですよね。実際最近ジュニアの活動についていろんな動きがありましたよね。ハイハイジェッツからは高橋優斗くんが脱退、美少年からは金指一世くんが脱退。ハイハイジェッツと美少年といえば次のデビュー候補とも言われていました。その中での脱退なのでかなり心苦しいですよね。またセブンメン侍の佐々木大光くん、パンサー向井さんのラジオ番組に出演した際にセブンメン侍でデビューに向けてやってるところもあるのかなと問われると、大光くんはジュニア全体で頑張っている感じですと答えたんですよね。このジュニア全体という言葉にファンは反応し、まあ、何かあるんではないかと心配をしています。やっぱり少倉が亡くなったのが一番でかいですよね。少倉はジュニアが一番輝ける場所だったので、ジュニアの人気を上げる必要な場所でしたね。最近のデビューしているグループはジュニア時代に組まれたグループで、ジュニア時代からかなり人気がありました。しかし昔は人気があってもジュニアグループの解体っていうのは結構当たり前だったんですよね。っていうのも V6、嵐、ニュース、平成ジャンプ、セクシーゾーン、これらのグループはいわゆるバレーボールデビューという形だったので、デビューと同時に結成されました。平成ジャンプ、矢部くんと光くんは当時ヤーヤーヤーというグループを組んでおり、ジュニアながらに冠番組を持ったり音楽番組に出演したりとめちゃくちゃ人気がありました。中島健人くんと菊池風磨くんも、高知優吾くん、松村北斗くんと共に B.I. シャドウというグループを組んでいました。ジュニアながらに CD を出したり、ジュニアのポジションの中では常に最前列でかなり人気がありました。それほど人気があったグループでも当時解体されるのは珍しくはなかったです。なのでもし今回の解体が本当だった場合、昔に戻ったなぁと感じる人多いかもしれないですね。ただハイハイジェッツと美少年に関しては歴が長すぎるんで反対派ばっかりになりますよね。まあ信憑性のないただの噂なのであまり考えない方がいいですね。皆さんの意見もお聞かせください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。